はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミキトです。今回なんですけども、シャドーバースの方で、現在開催されているね、アンリミテッドの、勝てるデッキ紹介ということでやっていきますね。はい、で今回なんですけども、はい、AF ネメシス、アーティファクトネメシスですね。はい、マジで苦手ですね、僕ね。使うのも苦手、使われるのは嫌い。でまあ、今回僕よりもちょっと使い方詳しい人がいるんで、その人のデッキでやっていきます。プラスリプレイもその人のリプレイです。でデッキなんですけども、キーカードの一つですね、シオン。シオンのアクセラレートの効果を使って盤面を強化するタイプなんですよね。はい、このアーティファクトフォロワー全てをプラス11し、アーティファクトでないフォロワー全てをプラス11して、アーティファクトフォロワーは全てをプラス22するんですよね。だからまあ例えばメカニカルランナーはアーティファクトではないのでプラス11されて22にしかならないんですけど、製造術とかから手に入るこういったアーティファクトはあのプラス22される。つまり1コス21が1コス43になるわけですね。まああのアーティファクトっていうだけあって、アーティファクトをデッキに埋め込むまたは作るっていうのがめちゃくちゃあります。で、もう加速装置どころではない爆速装置、これもキーカード。そして合わせて使うと強い機構の解放。まず加速装置、加速装置は自分の場にアーティファクトフォロワーが出るたび、それは突進を持つ、プレイするたび PP を回復。まあ、場に出すだけ、つまり多分プレイになるのかな、場に出すだから何かの効果で場に出たとき突進を持ってくれるんですね。で機構の解放が突進とかそういうのは持たないけど、アーティファクトカードが出るたび PP を1回復してカードを1枚引く、強いんですよね。ちなみに改ざんインサイトは完全かあの事故った時用とか、手札をちょっとぐるっと回したいな、 AF アーティファクトを探したいなという時に使われるカードですね。で、スピネ、この6コスト新しい方のスピネさんなんですけども、アクセラレート1、スピネのアーティファクトでも使います。まあ6コストで普通に使っても強いっちゃ強い。あと、そうだな、メイシャは、確か聞いたところによると、盤面のフォロワー除去とかにも使えるし、最悪8ターン目とかなったら、機構の解放と か加速装置とかと合わせて、8ターン目にメイシャで PP 回復して、進化してダメージみたいなこともできるみたいです。ミュニエは、アミュレットを1つ消滅させることができるっていうのが強いのと、ファンファーレもなかなか強いと。ただ、自分のフォロワー全てにもかかってしまうのが注意点。かなり強いですね。ただ、アーティファクトネメシスのキーカードではないので2枚って感じ。あとはまあはい、アーティファクトを作ったり持ってきたりするカードばっかりです。コンセントレートはまあドローしつつ回復したりですね。はい、まあそれくらいかな。うん、それくらいですね。じゃあ試合見ていきます。はい、今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイ見ていきます。今回僕の視点ではなく、おフレンドさんの視点でございます。殺しがいがありそうですね。まあ、AF ネメシスは先行後攻どっちでもね暴れます。はい、事故らなければ。お相手さん、お相手さんじゃねえよ。アーティファクトのキーカード1枚は持っておいて、コンセントレートもドローできるから置いておいてあるのでしょう。機構の解放が来ましたね。この時点で残念なのは、アーティファクトを作れない。ここはコンセントレートで1ドロー、改ざんインサイト違うって感じだった。会話しながらやってたんですけど違うって。はい、僕ペインレス侍出しました。ペインレス侍の効果をミューニエで消すことができる、強いんですよね。はい、ペインレス侍が痛みを感じるようになりました。情けねえとこは見せらんで。でそうですね、フレンドさん、ここで加速装置引いたんですよ。お、じゃあやるかってことで加速装置出してスピネ、はい、突進を持ちました。今気づきましたか？加速装置で 1PP 使ってアクセラレートで1使ったでしょう。 PP 回復しなかったじゃないですか。はい、これはあの場に出た時の突進しか持たなかったんですね。アクセラレートはあの場に出すだけなのでプレイではないということですね。はい、次行きましょう。戦場をかけましょう。ちなみに見てる皆さんは僕が何のデッキで戦ってたかわかるかな。はい、まあ見た感じすげえ事故ってんなと思ってます。ただ
たった1枚あるカードが来るだけで、あるカードっていうか、まあアーティファクトを作ったり持ってきたりするカードが来るだけで一気に変わります。平和であるために。はい、こっからね、フレンドさんのアーティファクトネミシスが暴れる。スピネが来ました。気候の解放、気候の解放の効果、どうしてね、気候の解放の効果は出るたびです。アクセラレートで使っても PP を1回復して1枚カードを引きます。まあ、手札が暴れるのだけは注意ですね。ここはもちろんオートメーションで、オートメーションは4枚の中から選べるんですけど、これね、アナライズ、エンシェント、ミスティック、レディアント、4つから選べるんですけど、基本はアナライズとエンシェントでいいです。だからこっからすごく長かった、倍速したいくらいですけども、倍速はせずにこのままいきます。はい、エンシェントアーティファクトを持ってきて加速装置2枚目、ここでは起きません、当たりますと。ここでアーティファクトスキャン、破壊されたカードを持ってくるカードですね、確か。はい、このバトル中に破壊された自分のアーティファクトカードと同じ名前のカード2種類を1枚ずつ手札に加える。6種類以上っていうのは、まあローテーションじゃないとほぼほぼないので、アンリミだったら気にしないでいいですね。はい、ここでエンシェントアーティファクト PP 回復して、 1PP 支払ったにもかかわらず 2回復してるのか、3回復してるのか。はい、ここでまあまあまあ結構引けてはいるんですけど、 先にシオンでバフ、はい、プラス22されましたね、2体ともアーティファクトだからですね。でここで終わらないのがアーティファクトネメシス。オートメーション、まあこれはゼロコストですね。アーティファクトの同調で1コスト、アナライズアーティファクトを作りました、しかし 1PP 支払いました、じゃあもう無理じゃんと思われますが、はい、3PP まで回復する。はい、そういうことですね。加速装置、括弧爆速装置と呼ばせていただきましょう。爆速装置の 1PP 回復と、はい、何ですか、気候の解放の 1PP 回復が ×2 ということで、×2、うん、×2 で 3PP 回復しました。結果シオンが2回打てると。はい、皆さん、算数は得意ですか。今アーティファクトネミシス使ってるこのフレンドさん、何 PP 分プレイしましたか。5ターン目です。最大 PP、5PP で何 PP 分プレイしましたか。はい、こういうインチキができるデッキですね。まあこっからね、大体この時点で諦める人が多いんですけど、僕はまあ多少なりとも抗うということで、まあ抗うところは見てもあれでしょう。お呼びですかい。でここですね、加速装置が切れちゃったんでどうしようかなと。じゃあ普通に6コストでスピネを使おうということで、守護と失踪ですね。ブリッツアーティファクトは、ラストアドが強い。ブリッツアーティファクト、相手のリーダーに2ダメージですね。めんどくさいです。ただじゃ死なないという。はい、もうロイヤルはね、この時点でなんとかできるカードないです。やるじゃねえか。あるっけ。この覚悟は鎧に勝る。これで決める。怯えた刃を生くらよ。はい、ということで、はい、こんな感じです。今回はまあ7ターン目までかかっちゃいましたけど、5ターン目、まあ4ターン目ちょっと手札が事故っちゃって、フレンドさんはパスしてね、5ターン目に超展開したんですけど、4ターン目には似たような盤面が作れるデッキです。はい、なのでまあものすごい時間かかるし、めちゃくちゃ頭使う、エルフ以上に頭使いますけど強いねっていうデッキでした。その力、本物だな。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。